お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。本場中です。チャンケです。はい、今日は栃木の上の川にある富士トランスポート、ちょ、なんか声大丈夫ですか？カフにあるから富士トランスポート栃木市に来ました。はい、おめでとうございます。どうですか栃木市？はい、栃木、はい、立派ですね。立派ですね。はい、こんな感じです。あ、ここ表4号線ですか？結構ここトラックで、ね、通りますよね。ここ国道4号線、立地的には4号線沿いなんでね、トラックも寄りやすいですもんね。ほんまですね。こっちからもこっちからもね。はい、あ、こっちから見たらもう看板見てくださいよ。わあ、目立つ看板ついてますね。このバイパスから結構ね、目立つ感じになってますね。はい、走ってもね、はい、目立ちますね。はい、どうぞお疲れ様です。お疲れ様です。豊川支店から来てくれました。今から休息ですか？いや、もうちょっとシャワーあって。ああ、そうなんですか。5時ぐらいから。ああ、そうですか。豊川支店の竹内さんです。おはようございます。竹内さん、こっち社員証が短いのに今髪の毛ボボです。ちょっとなっかさんです。あ、そうです。どうも、いつも見てます。ありがとうございます。誰かわかります？ちょっとわかんない。ちょっとそうですね、僕なっかさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。またシャワー浴びたらちょっとだけ撮影いいですか？はい、はい、お願いします。ありがとうございます。はい、じゃあちょっと車トラックに行きましょうか。そうですね。はい、インタンクあります。インタンクあります。いいですね、インタンクあったらね。インタンクあったらね、助かりますよね。はあ、予想の営業所でもあるでしょ、バーって来たら燃料入れてれる。そうですね、ね、バーって入れる、助かりますよね。はあ、プロヒアもあれですね、ちょっと渋いですね。綺麗に乗ってますよね。綺麗になってますよね。2階建てのやつですね。そうですね、もうよく見るプロヒアの形ですね。はい、これ前乗りました。はい、あ、はい、です。あ、今日あれですね、こちらの子止まってますね。あ、ありますね。こちらの子止まってます。フレッシュな男たちだからね。やっぱ綺麗ですね。やっぱグラインダーいいですね。おしゃれ。すごいですね。はい。こちらの子偶然止まってます。はい。休息中ですかね。でもあれですね、こうよく見たら、これ色二段階に塗り分けてんねんな。そうですね。上が富士コーポレとか、富士カラーで、下がちょっとそうなんですね。これさっき多分豊川の方ですね。豊川の豊川さんですね。はい、休息してます。いわき、いわき、はい、いや、わりかしいわき近いですよ、ここから。ここまではね。見てくださいよ、このリフト。なんかもうあんまり見ないですね、今ね、こういうリフト。わ、三菱の。ね、なんか後ろ、とんがってますよ。とんがってますね。なんかリフトは得意なんですか？リフトは得意ですね。得意なんですか？今仕事がリフト得意なんで。富士の車両整備のトラックありますね。ああ、そうですね。あれ、富士車両整備って何なんですか？あれは出張整備で、泊まった時とか。そうですね。だからここで、例えばここからいわき支店とか、はい、いろんなちょっと離れてる支店のところに出張で、はい、スタッドレスの交換とか、散見とかを多分もうこのね、活躍してる。はい。あ、すごいですね。タイヤ交換する機会を持ってますね。そうそうそう。ほんまにあれですね。なんかディーラーの人が来てくれるみたいな感じのトラックですね。フォークとか入れて、もう何でもできる感じですか、これね。これ来たら、あ、そうですね、何でもできます、ね。はい、この感じのね、トラックもあります。今日はなんか夕方から出発のドライバーさんがいてるみたいで、ね、まだちょっとドライバーさんいないんです。そう、たまたまちょっと今日、はい、日にちがね、あれなんで。そうなんです、はい、ドライバーさんが、はい、この洗車機でかない。これの洗車機って大福、ミヤタも洗える、トレーラーも洗える。あ、ほんまっすね、長いっすね。こんな長い、ひさ見ても見たことないけどな。長いですね、確かに。これね、めっちゃ長いですよね。これ多分、もう後ろ見てから、この機械から後ろ見てみてくださいよ。めっちゃでかい。長い、長い。はい。これトレーラーも洗えるやつなんですね。そうですね、トレーラーもそのまままるっと洗えるんでしょうね。あー、あ、トレーラーありますね、セミトレーラー。大きい先生、僕ね、こんなでかい先生見たことないですよ。で、これケルファーでね、洗いますよ。高圧ですか？はい、はい、高圧の洗車機もあります。いいですね、業務ですね、完全に。はい、ここからホースを洗って、はい、そうです。ここあれですね、結構きっちり洗車道具とか、ね、結構そうですね、ピカピカ、結構綺麗好き。いいですね、ね、こんなんないですもんね、普通ちゃんとされてますよね、はい、いや、ここ結構洗車いい。そう、栃木支店は洗車の設備はもう綺麗好きにはたまらないです ね、 そうですよね。はい、ということで、中さん、はい、もう整備とね、はい、車両は取れたんで、ちょっと中に行ってみましょう。
はい、ということで富士トランスポート栃木支店なんですけど、なんかさん、これ下に書いてるリンクネットワーク北関東配車センターって書いてますけど、これなんかわかります？知らないです。これ実は富士のグループ会社さんで、はい、リンクネットワークってね、結構奈良にもあって、この前僕姫路の方にもね、そうっす、はい、行ったんですけど、はい、いろいろ荷物の情報をくれたり、はい、荷物をくれたり、はい、だから結構荷物がなかったらここにね、はい、各支店近いところがあるんで電話して荷物の情報をね交換するっていう感じで。そうなんですね。もう自社でね、こういう会社もね、はい、富士はグループであるんで、はい、はい、なるほど。ほんなら荷物回して。そう、もう仕事がもうほとんどないことはないですよね、はい、もう。そうなんですね。はい、大体着く感じですね。いいですね、こういうのね、はい、こんな感じ。はい、これ靴で、これどこ時にいいですか。あ、これでじゃああれですね、積み上げた強みトラックが並んでます、はい、これティッシュケースですね。はい、はい、こんな感じでね。あ、栃木支店の須永さんです。栃木支店の須永さん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。僕はもう何回目ぐらい、3回目ぐらいですよね。そうですね。あっちこっちで、あっちこっちで、はい、僕も初めてなんですけど、す、ね、はい、これ言っていいですか。ドイツ語がペラペラって聞いたんですよ。ペラペラじゃないです。ペラペラじゃないらしいですよ。リコメイン栃木あぞーやつ、ドイツ語が喋れますってことなんですね。ドイツの方のドライバーがこう来ても全然大丈夫ですね。はい、リムちゃんはこんな感じ。そこです。はい、ちょっと、はい、綺麗ですね、はい、あっちにね、仮眠室があるんですが、今回ちょっとね見てるんで、仮眠室てるんです。ちょっと撮影だけ行きましょうか。ちょっとしらっと、はい、しらっと、すごいですよ、こんなに仮眠室あるんですか。はい、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。あ、ちっちゃいのね。はい、お疲れ様です。あ、もうシャワーしてきました。はい、お疲れ様です。竹井さん。これ、お茶ありますよ。あ、飲んでください。竹井さん。ありがとうございます。竹井さんって、あれですか、富士トランスポート来て何年なんですか。まだ、そうですね、入ったばっかなんで、4月で入ったばっかなんで。っていうことは、入ったばっかじゃないですか。そうです。ね。前のトラック乗っとって。そうですね。そうなんや。なんで富士トランスポート来たんですか。いや、ずっと気になってて、前の会社の時から。へえ、あ、そうですか。いろんな YouTuber おるし。そうですね。ああ、なるほどなるほど。知ってますさっき言ってないですか。それ、もう一回、それもう一回。チャンケブログです。チャンケブログ、はい、はい、また、はい、また見てください。あ、もう怒ってるやん。いろいろこういう電車のやつですね、うん、はい、これセリアですよ。セリアって言うんですか。セリアで売ってます、100均の。あ、そうなんですか、はい、セリアで売ってんの。売ってます。売ってるんですね。ほんとはもうこれ富士も出したらいいじゃん。そうっすよね。フィットランスポートも出したらいいじゃん。はい、はい、はい、こんな感じで、なんかちょっと綺麗な応接室です。はい、ドロさん、黒木さん、はい、栃木支店の黒木さんですか。はい、先ほどね、豊川支店のドライブさんにしました。はいはいはい、そう、先ほどちょっと無茶ぶりしてすいませんでした。いや、もう超緊張しました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はあれですか、はい、横乗りの新しい方も。そうですね、彼について。はい、僕の隣に横乗り、あの、はい、新人さんついて、はい、で仕事を教えるような形です、ね。はい、そうですか。どこまで行くんですか、はい、今日。今日はあの長野の佐久市まで行って。まあまあ遠いですね。いや、でもいつも大阪行ってるんで。はい、あ、そうですね、はい、そんな、はい、あの、遠い感じしないです。さっきまで横乗りで、横乗りで一緒に行って、はい、で、さっきからまた荷物を積んで、はい、また宇都宮に戻ってきて、はい、で、終わりです。あ、そうなんですね。はい、はい、そんな感じで今日運行されます。あ、すいません。栃木市のいいとこは何ですか。栃木市のいいとこですか、はい、
須永さんがドイツ語喋るところですよね。あ、そうです、ね、やっぱ歯医者もドイツ語で来るんですか。歯医者もドイツ語なんですね。いやいやいや、ちゃんと日本語で来るんですよ。日本語で、はい、歯医者されてます。ちょっとね、今日僕あの花粉で喉やられて声が出えへんねんけど、はい、ピンタースポート栃木支店紹介させていただきました。ありがとうございました。じゃあ今日は終わりたいと思います。ありがとうございます。バイバイ。声が出る。